水戸ティーミー北陸音楽で元気に私たち北陸アイドル部です。さあ前回に引き続き、今週もお絵かき伝言ゲームに挑戦したいと思います。お絵かき伝言ゲーム、ルールは簡単だぞ。まずトップバッターがテーマに沿った絵を描いていくぞ。そして次の人は前の人の絵を記憶してテーマを想像しながら次の人につなげる絵を描き上げる。要はこれの繰り返し。最後にみんなが思ったテーマが一致すれば OK だぞ。そしてこの中から栄えある北陸アイドル部2代目画伯を決めていくぞ。それではプレイボール。やばすぎてちょっと難しい。やばいです。本当やばい。これいけました。せーの。めっちゃ上手。お自信あります。はい、みんな聞いてください。私、小学校の時に21世紀美術館に作品が飾られたことあるんですよ。すごくないですか。え、すごいです。ちなみに何に飾られたんですか。7年後で作った洋画。ちょっと描けました。じゃーん。え、伝わった。わかった、はい、じゃもういきます。はい、お願いします。はい、描けました。おおせーので、じゃーん。え、ちょっと待って、やばい、違いそう、違いそう。え、なんだこれ、何、クマの夏休みかなと思って、とりあえず花火つけた。ねえ、ダメだって。太陽出てるけど、まあ夏だしいいかなと思ってこれにしました。クレムのテーマは一日中ハッピーグマ。トラがスイカ割りしてるところを描いたんですけど、はいはいはい、トラとクマか。正解はスイカ割りをするトラです。おお、はい、あ、私やってましたよね。はい、じゃあこくろやん。え、本当にスイカ割りっていうことに気づけなかった。まず、それでは北陸アイドル部2代目画伯の発表です。加藤千夏さんです。千夏さん、千夏さん、おめでとう。やったー。いや、嬉しいよ。わかんなる。一番絵が下手ってことだろ。え、絵が下手って。だった一番絵が下手って。違う、やめてください。